ジョジョリオン。現代の日本、 S 市もみじく森王朝。突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶を全て失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は、素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。ここは人ん家の庭か？どこかとんでもねえ場所に飛ばされると思ったがよ。あれ、ジョースターさん、イメヤソン、どこか別の場所に行っちまったのか？ジョースケ、てめえ、俺を出し抜いたつもりでいい気になってんじゃねえだろうな。俺に勝ったとか思ってんのならぶっ殺すぞ。何のことを言っているのかわからない。カツアゲロードのことを言ってんだよ。なんだかわからねえがてめえ、トラブルを切り抜けやがってよ。ずるい手を使いやがったんだ。そうだろ、平然としやがって、気に入らねえ。おい、上司、なんだあれ。話をそらしてんじゃねえぜ。いいから見ろ、こっちに来る。なんだ、ジョース、うひー、助けて。なんだこれは、何が起こってる。ありゃなんかやばいぜ。誰だ、これはお前の仕業か。ソフト&ウェット、スタンド使いか、おめえ。俺は敵じゃねえぜ。聖なる遺体を集めるためにここへ来ただけだ。つっても通じねえよな。なんて言えばいいんだ。何？聖なる遺体だって？通じるのかよ。遺体のことはカツアゲロードのじいさんから聞かされたばかりだ。てめえ、気に入らねえんだよ。上主、人ん家で我が物顔に振る舞いやがってよ。俺がてめえをぶっ殺してやる。こいつ、やはりスタンド使い。奥安やシゲチーの時と同じだ。今までよくわからねえまま、わかったような気になってたが、異変を引き起こしてるのはさっきのモヤかよ。詳しい話は後でするからよ。まずはあいつをおとなしくさせるぜ。Thank you.
奴の能力は何だ。わからない。俺も初めて見る。いいか、ヤソは俺のもんだ。オープンだけ。グレート、行くぜ。なんだ、水分を詰めてる。なんか鬱屈してるっつうか、関わり合いになりたくねえタイプっつうか。上州のやつ、こんな能力を持っていたのか。よし、こうなったらこっちのもんだぜ。見よう見まねだが、遺体を使って。お、俺。上州、正気に戻ったか。何かんたれてんだてめえ、ぶちのめされてえのか。誰だ、鍵や。おい、何をする。え、まだ戻ってないようだから殴ったんだけど。ああ、それもそうだな。もう一回光を浴びせとくか。それが聖なる遺体。あんたの話を聞かせてくれ。つうわけなんだよ。信じられそうにない。突拍子のない話のように思う。
だが聖なる遺体は俺自身のことを知る重要な手がかりだ。分かった、一緒に行こう。よろしく頼むぜ。ん、この家他にも家族がいるのか。ああ、でも今は誰もいない。俺と上州以外はみんな外出してるはずだ。どうして。いや、さっきそこの物陰に誰かいたような気がしたからよ。何？てめえは。東方丈介、この世界でお前に出会うとは不愉快極まりない。やかましい！てめえ、こんなところに出てきやがるとは。キラヨシカゲ！なんだって。まったく、つくづく因縁というものを感じるよ。な、え、キラヨシカゲが、二人だと。二人？何のことだ。この世界は私たちの森王朝に似て過ごしやすそうなところだと思ったが、よもやお前がやってくるとはな。異変のせいだがなんだか知らねえがよ、しれっと二人になって生き返ってんじゃねえぞこら。確認するぞ、キラヨシカゲはどっちの男だ。どっちもキラだぜ。跡形もなく吹き飛ばしてやる、私たちの爆弾でな。オープンザゲーム、行くぜ。いや、大丈夫だ。私と同じ。ターンでやろうと。くらえ。行
せ。爆発しよう。最低のヘアスタイルだな。けなすやつは許さねえ。行くぜ。しまった。射程距離内に触れると爆発する能力。私のスタンドに興味があるのか。行くぜ。ここは逃げなくては。この位置から叩き通る。行くぜ。射程距離内に入ったぜ。うまくしさせる。行くぜ。頼む。よし。行くぜ。シャボン玉が水分を全て奪う。拾っておく。なに。どっちもキラー？どういうことだ。待て待て待て、俺もよくわからねえ。今頭の中を整理すっからよ。クレイジーダイヤモンド、相変わらず気に食わん能力だ。だがいずれ必ず吹き飛ばしてやるぞ。二人まとめてな。待ちやがれ！てめえらも聖なる遺体を探してんのか。遺体などはどうでもいい。なんだと？じゃあ何しにこの時代に来たっつんだよ。私たちの望みは平穏な生活、ただのそれだけだ。ふざけたこと言ってんじゃねえ。殺人が趣味のくせによ。待て、お前たちは嫌いを仕掛けなのか。ああそうだ、もっともそちらの望む嫌いを仕掛けではないがな。何？おい、ジョースケ。何が起きたんだよ。記憶がね、飛んじまってる。俺もよくわからない。大丈夫か？顔色が悪いぞ。あれ？なんだっけ？俺、どうしたんだっけ？お
共鳴がよ。この近くに聖なる遺体があるんだな。俺の仲間たちも遺体の部位をいくつか持ってる。いや、ひょっとしたらもうすでに全部揃えたところかもしれねえな。よし、じゃあ俺をあんたの世界へ連れて行ってくれ。何？なんだ？お前らどこに行くんだ？ひょっとして安穂のところか？俺も行くぞ！俺も連れてけ！おめえも来るの？当たり前だ！抜け駆けはさせねえぞ！吉良義景と聖なる遺体か。俺のことを知る手がかりがつかめるかもしれない。